モラリスト、モラリストとは、現実の人間を洞察し、人間の生き方を探求して、それを談笑形式や、神言のような独特の非連続的な文章で、綴り続けた人々のことである。特に16世紀から18世紀において活躍した、モンテーニュ、ブレイズ・パスカル、ラ・ロシュフコー、ラ・ブリュイエールなどフランス語圏の思想家を指すことが多い。こういった人間性探の姿勢は、 フランス文学に脈打つ一つの伝統ともなっていると言える。ラテン語、MOS、モリス、フランス語モーヤーズは人間の慣習や風習、性格や生き方などを意味し、こうした人間の行動や振る舞い全般を精察するのがモラリストである。道徳家、モリリザターとは別の概念であり、日常的にはそのような意味で使われることがあるが混同されるべきではない。 道徳家は道徳を教える教訓を書くのであるが、モラリストはまず記述的な姿勢を取るのであり、道徳家とはむしろ対極的である。日本のフランス文学者では、河森義蔵の著作紹介が有名で、前田洋一、関根秀夫や内藤拓、大塚幸夫、斎藤伊聡を松並新三郎、田辺保元が翻訳、研究を出している。モラリストには、 断続的な形式の記述を好むという特徴があり、その例としては、前もって決められた構成に従うことなく、飛び上がり跳ね回る、SE-9 イイモンテーニュの随筆、ラ・ロシフコウの新元集、ラ・フォンテーヌの空和集、ジャンド・ラ・ブリュエールの性格論集、人様々などが挙げられるが、これこそが、モラリストを規定する固有の特徴である。モラリストは構築された論商的、 基本的な言説を拒否し、そこに付随する権威と学識に依拠するような身振り、まさに道徳家やフィロソフや進学者やご協論者のような身振りにも意義を唱える。モンテーニュのように無秩序さを全面に押し出すやり方にしても、ラ・ロシフコウやラ・ブリエールのように描写の完結さに価値を置くやり方にしても、断続的な形式の選択は人間の振る舞いの無限の多様性と、 一貫性も確実な意味ももはや存在しない現実世界の複雑さを物語っている。19世紀の批評家とその継承者たちはモラリストの流れを第一には戦乱や世俗、宗教における無秩序がもたらした唯物論や道徳的、宗教的無関心といったものへの反動であるとして、 第二にはその前の世紀の創やさに対する洗練された社会の発達であるとして、17世紀、フランスの精神の最も際立った性質であるとみなしている。しかし、こうしたアプローチは、モラリストと道徳化の概念を危険な形で重ね合わせているが、モラリストは正確には決して道徳化ではなかった。その上、モラリストの記述形式について考察するだけでも、 その意味するところには、両義性があるとわかる。切り離された断片が、まさに関連付けられるところの発話者がいないので、断片はほぼ引用のように機能し、ラロシフ公の、信言のようなテクストは、アウグスティヌス的、リベルタン的な解釈の余地がある。信仰的な反動を仮定することはほとんど意味がなく、主題だけに限って言うならば、ラフォンテーヌやモンテーヌのようなモラリストは、 ご協論的な関心よりも、むしろ快楽主義に近くすら、大使たちが、フランス王国の帝臣たちで最も重要な、人物たちの特徴を描写することに専念したという、ベネツィアのレラツヨニーによって刺激されたもので、あるという主張さえもある。これはいわゆる、漢字仮説、特に、ラブリエールの、カラクテール、カーギータリスに当てはまる仮説で、性格描写、肖像のそれぞれに、 同時代の実在人物が隠されているというものである。ラ・ブリイエール自身がテクストを歴史的な楽しい読み物といったものに還元してしまう作品のそのような読み方を拒絶している。こうしたモラリストの家庭的な起源を当てにせず正確であろうとするなら、モラリストの範疇を厳密にフロンドの乱の英雄と空想の時代の後の17世紀後半に 歴史的に限定することが重要ある。類十四世の知性がもたらした英雄とその神話の破壊をモラリストたちは報告し、またそれに加わったのである。このような因果関係によって、ある種の悲観主義や価値や意味を疑問に付すことを特徴としたモラリスト的な記述の出現を説明可能にする要素が見出されるのである。モラリストの文体の特性を説明する一番良い。 方法は、それがモラリストでないものとどう違うか比較することである。表面的には、モラリスト文学に非常に近い、アマチュアやプロの、値打ちも様々な作家たちは数多く挙げることができる。さらには古くは、ペトラルカやスペインのバルタサルグラシアンなどの外国の、モラリストの翻訳も挙げらる。厳密に言えば、こうした作家たちは、主題が似ているという点を除いてはモラリストではない。 その論述や思考の様式は根本的に違っており、全く違った読み方を引き起こす。実際、これらの著述家たちは持続的で論上的な論法を選ぶことで、自身が確信している真実を断定的、決定的な形で述べている。一方で、マルク・エスコラが示したように、モラリストの定義的な特徴である断片的な形式は読者に参加させ、 断片間に連続性を作り出す様々なつながりを再構築するように強い読者自身に意味の道筋を決めさせる。これがモラリストにとってもはや流動的で不安定で変わりやすいものとなった真実や身振りや振る舞いの新しい良義性を正確に表すことのできる方法となっている。こうしたテクストの構造はモンテーニュの表現を借りるなら受け皿がもはや安定していない。 エッセイマイナスに現実と等価であり、読者にこの不安定さを感じさせる。こうした作品の総体がモンテーニュとまさに結びつけられるのは、モラリストの姿勢というものがモンテーニュにあって、初めて生み出されたからでもあり、また、エッセイが17世紀の鎮騰の書となり、特にここで検討している作家たちに読まれていたからでも、ある。パスカルの パンセがモラリスト文学に結びつけられるのは歴史的な偶然による。パンセはキリスト教用語の草稿が断片的な形式で残ったものである。パスカルの死により未完成で終わったというためだけに、モラリストのジャンルに結びついているのであり、当初の草稿は故郷論であり、よって秩序立った論商的な形式を備えていたが、モラリスト以外の何者でもない姿勢から発していたようだ。 18世紀には、ラ・ロシフコー、ラ・ブリュエール、ラ・フォンテーヌによって作り出され、というよりはむしろ文学的な威厳を与えられた、諸ジャンルは一連の模倣者や継承者たちによって、大的に引き継がれた。質の高かった作家を、少数だけ挙げるなら、ボーブナルグ、などである。定義を二つの方向に拡張することで、概念の妥当性は損なわれるもののモラリストの範囲を、 広げることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。